さあ始まりましたダート競馬ジャパン、横山ルリカです。今週の解説はこちらのお二方です。まずは研究ニュースの藤原優希さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてもう一方は競馬ブック南関東版の高橋祐介さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さあ高橋さんは実に8ヶ月ぶりのご出演ということなんですが、はい、番組のことを覚えてましたか？もちろん覚えてましたし、先週も、はい、まあ、東京アンカップのちょっと解説のお仕事があったので、はい、こちらの番組を、まあ、予習として見させていただいて、役立たせていただきました。あ、役立たせていただきました。はい、今日は、ね、ご出演の立場ですので、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、そして藤原さんは、はい、前回はちょっと前になりますけども、そうですね、番組のことは覚えてますか？もちろん覚えてますよ。僕のこと覚えてます？覚えてます。はい、当たり前じゃないですか。ちょっと前回ね、景品杯はね、私の方は予想はちょっと残念な結果だったんで、今日は当てられるように、はい、頑張ります。はい、リベンジよろしくお願いします。はい、今日は藤原さんと高橋さんです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。では予想の前にまずはこちらのコーナーです。先週番組で展望したレースを振り返ります。まずは1日水曜日、船橋競馬場で行われました G1 柏記念です。1番人気は先週の辻井さんの本命キングズソード、2番人気は山下さんの本命ウィリアムバローズ、3番人気はペプチドナイルでした。ではレース途中から見ていきましょう。高橋さん、好スタートからシャマルが逃げましたね。はい、まあ、そのシャマルが前半3ハロン35秒6、前半の半マイル47秒8のハイペースで先行しました。まあ、あいにくの雨で不良馬場にね、馬場状況が悪化したことで前日から逃げ切りが倍増、さすがにね、このペースでは止まるかもしれないなと見ていたんですが、結果的にはね、2馬身半差の完勝で、まあ、人馬ともに G1 級競争初制覇を飾りました。まあ、川崎氏は、まあ、こういう雨もね、この馬にとって追い風になってくれましたとコメントしていました。まあ、昨年続いて2着だったのがタガノビューティー、前残り決着の中ね、後方から上位争いに変わった点は評価したいですね。勝ったシャマル、見事昨年4着の雪辱を果たしました。なお払い戻しは6番人気、5番人気、3番人気の順で、3連単は77,040円でした。続いて2日木曜日、船橋競馬場で行われた東京ワンカップです。1番人気はお二人の本命シシュフォス、2番人気は辻井さんの対抗誠六佐の矛、3番人気はマサノロイヤルでした。ではレース見ていきましょう。高橋さん、逃げたのはコルベットでしたね。はい、まあ、そのコルベットがね、外枠から先手を主張、まあ、先行したい口がね、複数いましたから、まあ、こちらもハイペースで流れました。まあ、勝った誠六佐の子はね、3月5日のレース以来の出走でしたんでね、間隔がちょっと空いた分なのか全然進まなくてポジションが後ろになってしまったと本田記者はコメントしたように、後方から、まあ、それでもね、完勝と言える内容でしたね。誠六佐の矛は船橋移籍後4戦3勝で東京ダービーへの切符を手にしました。なお払い戻しは2番人気、1番人気、8番人気の順で、3連単は15,100円でした。最後は2日木曜日、園田競馬場で行われました兵庫大賞典です。1番人気は先週の山下さんの本命タイガーインディ、2番人気はお二人の黒三角ドンカポノ、3番人気は花房でした。ではレース見ていきましょう。藤原さん、タイガーインディが楽な手応えで先頭に立ってきましたね。はい、そのオレンジの帽子タイガーインディはライバルの手応えが怪しくなる中、勢いよく3、4コーナーを駆け上がって結果的に5馬身突き抜けましたね。騎乗した広瀬騎手は緊張しました。3コーナーで前が止まったし、溜めていても仕方ないので一気に行きました。担当の方がしっかり仕上げてくれたおかげですとコメントされていました。今後は兵庫代表としてこのタイガーインディダードグレード戦線で戦っていってほしいですよね。勝ったタイガーインディは兵庫ウィンターカップに続く重賞2勝目。なお払い戻しは1番人気、2番人気、7番人気の順で、3連単は3620円でした。さて藤原さんは予想はいかがでしたか？いやー、ちょっとね、サンデースとも馬券の方は私は完敗でございました。高橋さんはいかがでしたか？はい、まあ、特にね、柏記念は予想、馬券ともにね、
大惨敗だったんですけど、横山さんはいかがだったでしょうか。はい、私はですね、結構な雨だったのでシャマル本命で、あのいいゴールデンウィークでした。ありがとうございます。素晴らしい。では続いてはですね、久々のコーナーです。およそ半年ぶりとなります。先週1週間のレースの中からダート競馬のスター誕生を予感させる馬をピックアップする先週の星印。今週はこの馬です。1日水曜日、紋別のフレッシュチャレンジ2歳新馬を勝ったウィルオレオールです。はい、そのウィルオレオールは直線に向くとゴール前でね、粘るハーフブルーをきっちりと捉えたんですよね。このレースは 1000m 戦ですからね、差し切ったという点は大変値打ちがあります。騎乗した石川山と騎士はいい意味で落ち着きがありますし、2歳にして大人びたどっしり構えたところがあります。折り合いも問題ありませんでしたし、砂をかぶっても多少ひるみはしたもののすぐに対応してくれましたとコメント。コントロールが効いてレースぶりから距離が伸びても問題ありませんよね。お父さんレッドベルジュールはディープインパクトの産駒で、 JRA でデビュー2戦目にレイリー杯2歳ステークスを勝った馬なんです。今年デビューした産駒からいきなりこういうね、好素材が現れましたし、レッドベルジュールの産駒は JRA でもこの後デビューを控えておりますんでね、はい、そちらも注目したいですね。はい、最速の上がりを駆使して差し切ったウィルオレオール、次走以降もぜひご注目ください。ここまでは1週間を振り返りました。続いてはこちらのコーナーです。さあ、展望コーナーです。今週のターゲットは5月8日水曜日、川崎競馬場で行われる G2 エンプレス杯です。高橋さん、こちらのレースの位置づけ教えてください。はい、はい、まあ、今までは2月の下旬または、ね、3月上旬に行われていましたけれども、ダート競馬の体系整備で今年は5月に行われることになりました。はい、まあ、上半期の古馬牝馬の、ね、ダートグレード競争は2月のクイーン賞、4月の兵庫女王杯を得て、このエンプレス杯が最大目標となります。まあ、そしてね、グランダムジャパン古馬春シーズンの、ね、最終戦である点も見逃せない点かなと思います。また下半期の古馬牝馬重賞路線に関しては、ね、大きな変更がなく、まあ、今年は11月に佐賀競馬場の 1860m を舞台に JBC レディースクラシックが行われます。ありがとうございます。では枠順確認しましょう。メンバーご覧になって高橋さん、いかがですか。はい、まあ、やはりね、 JRA 勢のね、メンツがなかなか強力ですよね。はい、まあ、昨年の JBC レディースクラシックの1日着馬で、まあ、前走の川崎記念でもね、好走したアイコンテーラーとグランブリッジ、まあ、兵庫女王杯の1日着ライオットガールとアーテルアストレア、まあ、進行勢力だね、5戦負けなしのオーサムリザルトがね、参戦してきます。まあ、地方勢ではクイーン賞、兵庫女王杯で共に前線したキャリッカリード、あとはトライアルを、ね、制したマテリアルガールが出走とね、まあ、まさにこう上半期の古馬牝馬の、ね、女王決定戦といっていいメンバーが集った印象ですね。本当いいメンバー揃いましたよね。はいはい、では参考レースご覧いただきましょう。まずはグランブリッジが2着だった川崎記念です。はい、スタート後の最初の3コーナーでライトウォーリアが花を取り切って、アイコンテーラーが2番手、競り合いがなくって隊列はすぐに決まりましたから、道中のペース自体は緩みなかったんですけれども、先行勢が粘りを発揮しましたね。それだけに後位の一番後ろから追い上げてきたグランブリッジはこれは立派です。当日の馬体重マイナス12キロだったんですが、新谷調教師によりますと、体を絞りこの日はね、目いっぱいに作っていったとの意図した通りのこれは仕上がりだったんですよね。感覚が詰まるエンプレス杯、今回はその疲れが残っているかどうかがポイントになりそうです。アイコンテーラーも初めての 2100m に対応して時計差なしの3着、牝馬は川崎記念で2頭馬券に絡んだ点、これは評価しなければなりませんね。次はライオットガールが勝った兵庫女王杯です。ポーンと出てスムーズに花を切れたライオットガールに対しまして、アテラストレアは後手に回ってポジションを上げるのに足を使わされてしまいました。ライオットガール主導権を握って危なげなく押し切って、2月のクイーン賞4着から一変しましたね。騎乗した岩田未来騎士は地元の騎士に聞いてこの先行策を選択したということ、そう考えると外を回って追い上げたアテラストレアも負けて強しと言える内容ですね。アーテルアストレアは2月のクイーン賞を制しています。アーテルアストレアに騎乗した肘弱氏は馬場状態も軽かったので、道中あまり離れたくないということで後位から早めに追い上げていきましたよね。長く足を使いまして、最後はテリオスベルをねじ伏せるようにしてかわしてゴールしました。
石崎氏は本当に手の内に入れていますし、これでアーテラストレアは左回りのダートで6勝と、前走の園田から左回りの川崎に変わるのはプラスでしょう。4着ライオットガールは56キロを背負った影響がちょっとあったのか動ききれませんでした。オーサムリザルトはアルデバランステークスを勝って無傷の5連勝です。はい、勝ったオーサムリザルトはこの時がね2ヶ月半の休み明け初戦でした。まあ、スタートは落ち着きがなくて出遅れ、後方からにはなったものの向こう正面を過ぎたあたりからね外目を進出、まあ、直線では内からハピがね伸びてきて並ばれましたけれども、ゴール前にぐいっと前に出て無傷の5連勝を達成。騎乗したね武豊騎手は伸びしろ十分で楽しみな馬ですとコメントしています。トライアルのスプリングヒロインカップを制したのはマテリアルガールでした。はい、まあ、当日は逃げ切りがね6本決まっていて、小回りの川崎らしい前有利の馬場傾向の中で行われたのがこのレースでしたね。まあ、スタートは5分に出ましたけれどもね、鞍上三鴨騎手を追って先手を主張しました。まあ、その後はね特に競りかけられることもなくゆったりとした流れで先行できたのがね勝因かなと思います。まあ、それでもね2着馬にはね7馬身差をつけての快勝ですからね、本番でも要注意の一頭だと思います。グレースルビーは若草賞ドンコ記念を勝って重賞連勝です。2走前のね笠松ブルーリボンマイルでは逃げて重賞初制覇、そこからね連投で出走しましたけれども、体を1キロ増やしてパドックでは好気配、まあ、ゲートを出てからねなかなか前に進みませんでしたが、しまいを思った以上に伸びてくれたとね達州騎手がコメントしたように、外から力強く伸びて重賞連勝を達成しました。逃げ差し自在な点はねこの馬の魅力の一つと言っていいと思います。最後はアンティキテラが勝った佐賀ビーナスカップです。この日は雨が降り続いて不良馬場でした。勝ったのは高知から遠征したアンティキティラ。アンジェノタタラ騎士は不良馬場を得意にしているのでラッキーだと思った、勝負どころで内から締められそうだったので少し早いと思ったが動いていったとコメントされてましたね。そのアンジェノの指示通りに足を使えたアンティキティラ、地元の佐賀そして強力な兵庫勢を任して勝ち星を挙げました。ダートグレード競争にもね積極的に参戦して強敵に揉まれてきた経験も生きたように感じましたね。参考レースご覧いただきました。藤原さん、エンプレス杯の予想のポイントいかがでしょうか。これ私はね金量だと思うんですね。昨年までは G1 の勝ち馬が2キロ、G2 勝ち馬が1キロ重い金量を背負う別手戦だったんですが、今年はね定量の55キロになりました。はい、同じ金量でありましたらやっぱり実績であるとか大レースの経験を重視しようというふうに考えました。なるほど。高橋さんはポイントいかがですか。はい、そうですね、やはり川崎コースとの相性、あとはまあ前日の火曜日にね雨が降りそうですからね、はい、まあ、より前が残る馬場になれば先行勢残るような展開面、まあ、そういったまあ2点ですねを重視して予想は組み立てました。わかりました。ではお二人の印を見ていきましょう。こちらです。本命はお二人ともグランブリッジで揃いました。藤原さんの対抗がアイコンテーラー、黒三角がオーサムリザルト、白三角がアーテルアストレア、ライオットガールの2頭、そして高橋さんの対抗がオーサムリザルト、黒三角がアイコンテーラー、白三角はマテリアルガール、アーテルアストレア、ライオットガール、キャリックアリードの4頭です。では本命のグランブリッジについてまずは藤原さんからお願いします。はい、このエンプレス祭は先ほど定量になったと言ったんですが、その同じ定量で行われる牝馬のダートグレード競争は JBC レディースクラシックがあるんですけれどもね、こちら過去5年の結果を見ますと馬券に絡んだ15頭はいずれも JRA の所属馬、うん、しかも5回中4回が1から3番人気や3着までの独占ということで固く収まりやすい順当な傾向があるんですよね。エンプレス祭と同じく川崎で行われる牝馬限定のダートグレード競争に、ね、スパーキングレディカップっていうこちらね別定戦なんですが、はい、この過去5年を見るとこちらね地方勢が1勝2着1回3着4回としっかり活躍しています。記憶に新しいね昨年は58キロを背負わされたグランブリッジが4着に敗れたりしているということなんですよね。さあそのグランブリッジなんですが、はい、55キロで今年のエンプレス祭出られます。定量だった川崎ね惜しかったですね、2着でしたね。はい、牝馬ながらこの56キロとね重い金量を背負った佐賀記念からでも変身して、はい、しっかり勝ち負け加わりましたよね。はい、昨年のエンプレス杯は他の馬よりも1キロ重い56キロを背負いながらしっかり完勝しています。気になるのはやはり馬体を絞ってね、うん、疲れが残っていないのかというところなんですけれども、はい、状態面立冬で調教を見たトラックマンによるとあんまり攻めかけするタイプではないので4月24日には格下に遅れてましたがこれは気にしなくてもいいということころ、3日の金曜はビシビシやれているように順調です。
体を絞り込んで臨んだ川崎記念の疲れとかそういうものは、ね、心配ないのではないかというふうに答えてくれました。今年は定量55キロみんな同じ筋量でしたらこのままの連覇濃厚じゃないかということで本命にいたしました。これだけまあ最終をしっかりできていれば体調面は問題ないんじゃないかと、はい、私はそう見ましたね、はいはい、そして高橋さんもグランブリッジ本命ですね。はい、まあ、このところねちょっと勝ちきれていない、ね、レースが多いんですけど、まあ、最後に勝ったのが昨年のこのレースでしたし、はい、まあ、前走の、ね、川崎記念でも2着と、まあ、川崎コースとの、ね、相性の良さが、ね、光る一頭ですよね。まあ、唯一馬券圏外となったのが昨年のスパーキングレディカップですね、まあ、この馬にとっては少し距離の、ね、短いマイル戦でしたし、まあ、スタート直後につまずいてそれで牝馬で58キロという、ね、重い筋量を背負っていましたから、はい、4着でも、ね、仕方なかった印象ですね、うんうん、まあ、やはりこの川崎のこの距離であれば連軸としてぴったりかなと、まあ、あとは、ね、仕上がり具合がどうかなと思ったんですけど、まあ、藤原さんが、ね、触れられたように、まあ、力を出していい仕上がりなのかなと判断して本命ですね、うん、そうなると安定感ありますからね、はいはい、楽しみです。さあそして藤原さんの対抗がアイコンテーラーです。はい、まあ、こちらも定量になって戦いやすいアイコンテーラー、昨年まででしたらね57キロ背負うはずだったんですよね、はいはい、その昨年の JBC レディースクラシックの勝ち馬なんですが早めに抜け出す形ではありましたけれどもね、グランプリ地に4馬身差をつけました。この時はまあ大井で勝ちましたが残る5勝が左回りでマークしていますから、はい、左回りはいいですし前回で川崎 2100m こちらがね合うことも証明いたしました。感覚が詰まりますので調整は馬なり中心なんですがこちらも調教を見たトラックマンによりますと、コースでは、ね、攻めがけするので、1日は上がり重点で11秒6とこの馬らしい伸びで元気いっぱいでした。また28日の日曜日に立冬の半路で52秒6っていう結構早い時計をマークしたんですが今立冬半路は4月20日からウッドチップの入れ替え作業が始まってまして、はい、4ハロンでね、大体1秒ぐらい時計が以前よりもかかるようになっているということなんです。その点考えますとこれだけの時計が出たそれだけこれだけ動けたっていうことはやはり体調がいい好調な証ではないかなというところで、はい、こっちのこの馬もね55キロの定量だったら勝ち負けになっていいんじゃないでしょうかね。はい、高橋さんはこちら黒三角ですかね。はい、まあ、やはり角ということであればね、うん、昨年のまあ JBC レディースクラシックを制したねこの馬が一番かなと思います、はい、まあ、この時はダートに転向してまだ3戦目、まあ、外2番手でね追走しましたけれどもテリオスベルが外からね追い上げてきて、まあ、前で運んだ馬にはね楽な展開ではなかったはずですね、うん、はい、まあ、それでも最終的にはグランブリッジに4馬身差つけての完勝、まあ、前走もね初めての川崎でまあしっかり対応して差のない3着でしたしね、まあ、4コーナー手前ではねもう勝つんじゃないかなっていうくらい手応えが良かったですから、はい、まあ、コースが今回2度目になりますし、まあ、当然ね有力な1頭と言えるのかなとは思います、うん、まあ、ただ懸念材料を挙げればやはり前走ね体減らしてましたからそこですよね、はい、まあ、ほぼね同じくらいの感覚だった昨年のチャンピオンズカップの時の調整過程と比べると少しソフトなね仕上げに移るのでまあ、その分割り引いての3番手評価としました、うんうん、なるほど。高橋さんの対抗がオーサムリザルトですね、はい、そうですね、まあ、前走もね着差以上にね余裕があった勝ちっぷりだったと思いますし、はい、強かったですね、はい、まあ、2着のねハピが一昨年のチャンピオンズカップ3着馬そしてまあ昨年末のねペテルギウスステークスでは、まあ、後にフェブラリーステークスを勝つペプチドナイルとね差のないレースを演じていましたから初めての重賞挑戦でも高い能力でねあっさり勝ってしまっても驚きはないのかなと思います、はい、うん、まあ、ただ、まあ、重賞挑戦もそうですけどね地方コースナイター競馬55キロの筋量とね今回初物尽くしであることは事実なんですよね。なのでそれらに対応できなくて案外な、ね、結果に終わる可能性もありますから、うん、まあ、そういった面を踏まえて対抗までの、ね、評価としました、うん、まあ、評価としては高いと思うんですけど、はい、一番初物尽くしで心配なのは負担重量ですか。うん、そうですね、あとちょっとテンションが高い馬なのでナイターも少し不安ではありますね。なるほど、はいはい、そして藤原さんはこちら黒三角ですね。そうですね、はい、まあ、ちょっと思い出していただきたのは今年の、ね、兵庫上杯なんですよね。1勝クラスから3連勝してオープン特別で2着したサーマルソアリングという馬が一番人気に支持されて、はい、ダートグレード競争、ね、初挑戦だったんですがこちら3着に実は敗れました、うん、はい、デビューから無敗オーサムリザルトは
はさあどうかというところなんですがね、アルデバランステークス確かに強い内容でございました。いや藤原さん、2022年にね一勝クラスから3連勝したバレーデラルナが盛岡の JBC レディスクラシック勝ったじゃないかという方がいらっしゃると思うんですが、このバレーデラルナは、ね、当時3歳で背負い慣れた53キロだったんですね。年長馬よりも2キロ軽い筋量だったっていうのがポイントで、対してオーサムリザルトは瀬尾隆史さんも触れましたけれども、今回、ね、初めて55キロを背負ってダートグレード競争に初挑戦というところで、私はその点だけをちょっと気にしてね、黒三角にしましたが、ここであっさり勝つようなことがありますと、女王として今後長期政権を築いていけるだけの馬ですよね。私少し疑って試金石と見て3番手と馬いたしました。はい、分かりました。さあそんな藤原さんの白三角1番手がアーテルアストレアですね。はい、負けがから復帰した菱崎駿に手が戻った不意印象が完勝でございました。陣営は兵庫上杯は不向きな舞台でスタートも一息でしたが、よく2着に来てくれました。使って上昇していますよと、結構強気なんですよね。追い切りの動き気配なんですが、この馬派手に動くタイプではないんですよ。実際ね、並走をやりますと相手に遅れることも多いという実戦向きの馬、それが4月24日5月2日とね、どちらも先着してるんですよね。これ強調できる材料だと思います。毛艶もよくって、こう兵庫上杯の頃よりもいい気配というふうに、調教見渡ったトラックマンも言っておりましたので、はい、昨年年プレ祭はね4着止まりでしたけれども、力をつけた今なら勝ち負けに加われてもこれはいいんじゃないかなというところですね。本当なんかどんどんポジションも取れるようになってきて、そうですね、幅も広がってるような感じしますもんね。はい、高橋さんはこちら白三角の2番手評価です。はい、まあ、昨年の、ね、レディスプレリュードで、まあ、本命のグランブリッジを、ね、激化してるんですよね。で、まあ、2走前のクイーン賞でも初めて、ね、背負った 56.5 キロを、ね、克服しての重賞2勝目、まあ、昨年秋からの、ね、やはり充実ぶりは、ね、目を見張るものがありますよね。はい、まあ、前回は小回りの園田で、ね、3、4コーナーでもう一つスピードは維持できませんでしたと岸田記者はコメントしてますから、まあ、やはり舞台が合わなかったのかなと思います。まあ、今回もねちょっと小回りコースが舞台ですからね、まあ、ちょっとその点鍵にはなるんですが、まあ、一周距離がね1051メートルの園田から1200メートルの川崎に変わりますし、まあ、全7勝中6勝がね左回りの馬ですから、今回左回りに変わりますんでね、まあ、その舞台代わりはプラスに出ていいはずだと思いますね。はい、さあそして高橋さんの白三角1番手評価がマテリアルガールです。はい、そうですね、まあ、このレースで波乱があるとしたら何かなと考えたときに、やはり先行有利の、ね、川崎コースですから、はい、逃げ馬が粘り込むシーンじゃないかなと、まあ、そうなるとね、まあ、やはりこのマテリアルガール、まあ、前回戦の、ね、川崎記念でもライトオリアに逃げ切ってますし、はい、まあ、こちらも多分人気物になると思うんですがね、やはりこの馬ちょっと侮れないかなと、まあ、今回この番組でね、あのおなじみのジョーカー八重樫トラックマンにちょっと案内をお願いしまして、はい、浦和の野田トレセンにね行かせていただいてちょっと取材させていただいたんですけどね、はい、担当のね女性の休眠さんがいらっしゃって、まあ、前回から担当したらしいんですけどね、まあ、状態は前回よりいいですよと、まあ、あとは自分の競馬ができればとおっしゃっていましたし、まあ、今回乗り換わりにはねなりますけれども、川崎記念を制したね吉原騎手は騎乗する点にも期待されてましたね。まあ、目の前をね歩く姿を見てもこう前走勝った反動もなさそうですし、まあ、体をね数字以上にこう大きく見せてね、なかなか好気配に移りましたんでね、まあ、一発を期待するならこの馬かなと思います。なるほど、藤原さんはこちら無印ですね。一応ね定量戦で実績重視を行った手前無印にしたんですがね、はい、もうこの枠だからね、もし最初の3コーナーで花切れなくても、うん、はい、あの川崎の 2100m って最初の、ね、ホームストレッチでペースが落ちるんで、そこで吉原騎手がシャーッと動いてね花を切ったりするんじゃないかなっていうところで、はい、まあ本当にリズムよく先行したらしぶとい馬なんでね、確かに怖いですよね、うん、ちょっと抑えたくなりますね。はい、はい、そして藤原さんの白三角2番手評価がライオットガールです。はい、昨年11月のクイーン賞を54キロで勝って、今年2月のクイーン賞は初めて背負った56キロが気になったのか、ちょっと4着に、ね、敗れました。ただ前回の兵庫上杯は55キロで先手を奪って鮮やかに押し切りましたね。はい、陣営は折り合いはつくので距離はそれほど気にしていないということ
ことなんですが、小細工の効くメンバーではなくって力関係がどうかなとちょっと、ね、慎重なコメントだったようですね。はい、4日立冬ハンドで4ハンド53秒8ということで、はい、あのチップ入れ替え中の、ね、この立冬のハンドでトゲが地味なのは問題ありません。ただ、ね、普段のキャンターとか雰囲気がすごくいいんですって、はい、はい、バテンもピカピカということで具合かなり具合は良さそうだというふうに、ね、トラックマンも言ってましたので、はい、このスムーズに先行できればこのも注意が必要ですよね。なるほど、高橋さんは白三角3番手です。はい、まあ、前走の、ね、兵庫城杯はまあ正直うまくいった印象が、ね、強いかなと思うんですよね、うん。まあ、先手候補だったビブラフォンが、ね、スタートでつまずいたことで花を取り切れた点が、ね、やはり大きかったかなと思います。はい、まあ、今回、ね、外枠に先ほど触れたマテリアルガールが、ね、いますから。そうですね、はい、前回のようにうまくいかないんじゃないかなと思って少し、まあ評価としては、ね、白三角の3番手の評価までとしました。はい、そして高橋さんの白三角4番手がキャリックアリードです。はい、まあ、陣営がねちょっと距離は微妙に長いかもとコメントしてますし、はい、まあ、2走前とか前走で勝負付けが済んだ印象も拭えないんですけどね、まあ、ただまだ5歳牝馬でねキャリア9戦の馬であることは忘れてはならないかなと思います。はい、まあ、前走もね3コーナーで挟まれる不利がありましたし、スムーズに運べさえすればもう少し走れて驚きはないかなと思いますね。まあ、ちょっと距離が、ね、どうかっていうのはありますけれども、はい、デビューからずっと、ね、4着以内確保してますし ね、 堅実ですし、はい、最内枠引けたのもいいかなと思います。はい、藤原さんはこちら無印評価です。そうですね、まあ、地方勢の対象格はこの馬になるんでしょうが、うん、私もやはり、対戦成績とそれから距離が少し長いように映るので評価を下げましたね。うん、はい、藤原さん馬券の買い方どうしましょう。結構ね、単勝オッズも割れそうな感じの組み合わせなの で、ね、はい、僕は強気にグランプリッジ一着固定の馬単を、はい、あ、ただまあ、アイコンテーラーだけ裏を変えさせて、はい、ここだけ裏表で、はいはい、高橋さんは馬券の買い方いかがでしょうか。はい、そうですね、グランプリッジからまあ馬服でいきたいかなとは思うんですが、はい、あとはマテリアルガールの副賞とワイドでも少し流してみたいなとは思います。いいですね、そういうの持ってるとワクワクしますよね。そうなんですよね、はい、ありがとうございます。さあ、上半期のダート女王に輝くのはどの馬でしょうか。お二人の予想を参考にぜひレースをお楽しみください。以上、8日水曜日、川崎競馬場で行われます G2 エンプレス杯の展望でした。グリーンチャンネル地方競馬中継では19時30分からご覧いただけます。ぜひお見逃しなく。では今週の JRA インターネット投票を活用した地方競馬の発売日程です。水曜、木曜は即パッドで、土曜、日曜は即パッドと A パッドの両方で地方競馬を購入できます。 JRA インターネット投票で全国の地方競馬をお楽しみください。さて、そろそろエンディングということなんですが、高橋さん、はい、久々のご出演でしたがいかがでしたか。休み明けだったので、はい、やっぱりね緊張感が本当ですか。はい、強かったですよね。でも藤原さんから見ていかがですか。いや、もう全然もうね綺麗に、僕の方が大丈夫だったね、先輩の流暢な、はい、上手に喋ってましたよ僕の方がちょっと、ね、焦っちゃってね、怪しかったんですけれども、いやいや、もう藤原さん本当にベテランで、いやいやいや、もういつも通りありがとうございます、ね、もういつもなんかご出演の感想を聞かれても特に言うこともないですよねそんなことはないです、はい、でもね、一緒にこうやって出られるのも久々なんじゃないですか。そうですね、ちょっと嬉しいですよね、やっぱりどん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 、はい、有名になって上手くなって有名になってますよね後輩の成長していく姿が、ね、それをね、目を細めながら見ております本当になんか兄弟のようで微笑ましいです眼鏡だけやろ藤原さん、高橋さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。さて、来週ですが大井競馬場で行われます大井記念の展望をお送りいたします。たっぷりとね、展望いたしますのでぜひお見逃しなく。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。